馬乗せれるギミックをちゃんと再現してやるのが本当に素晴らしいです。複数体並べてスケルトン軍団を作ってみたい。レアじゃん、こっちです。自称レゴブリだ。ヒロヒロだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちら、レゴマインクラフト馬小屋です。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューします。はい、久しぶりにレゴマインクラフトを組み立てます。ちなみに僕の世界では馬小屋は作ってはないんですけど、馬の鎧はダイヤモンドです。今回入ってるミニフィグもめちゃくちゃ豪華です。まずダイヤモンドの鎧をつけた馬と、子供の馬と、オリジナルスキンのミニフィグと、スケルトンホースマンです。ちなみにスケルトンホースは生で見たことがないので、これは作るのがすごい楽しみです。スケルトンホースって全然現れないですよね。そして今回はトライデントが付属します。そういえば僕この前レゴラジさんにトライデントあげました。たまたま木材切ってた時に水中ゾンビがトライデント持ってたんで倒したら普通に落としてくれました。はい、箱の後ろはこんな感じです。では開けましょう。はい、箱の中にはパーツが入った袋が2つと説明書が1冊です。そうそう、ラジさんが自分への誕生日プレゼントでこのファントムのセット作ってました。でも僕はどっちかっていうとこのログハウスが欲しいです。なんでかっていうと回転クリーパー入ってるので、これはぜひとも買いたい。はい、それではレゴマインクラフト馬小屋を組み立てます。はい、完成！レゴマインクラフト馬小屋です。今回の馬小屋なんですけど、思ってたより結構でかいです。そしてマインクラフトの馬のミニフィグもすごいよくできてます。はい、まずは付属するミニフィグについて説明します。まず馬が2体と、スキンのミニフィグが1体と、スケルトンホース1頭とスケルトン1体です。今回のプレイヤーのミニフィグは前回作ったフィリジャー部隊のナイトのミニフィグと同様にスキンタイプのミニフィグになってます。こういうスキン系のミニフィグすごいいいですよね。はい、まずこちらがファーマンって書いてあるので馬小屋の管理人さんです。はい、全体はこんな感じです。
こういったスキン系のミニフィグめちゃめちゃいいですよね。そして右手にはトライデントを持ってます。僕個人的にこのトライデントの矛先がちょっと短いかなって思います。実際のトライデントはもうちょっとでかかったような気がします。でさらに言うとこのトライデントなんともう一本ついてます。僕も袋開けた瞬間に2本あるの。これで説明書とか箱見ても1本しかなかったんで元から2本なのかな。これはこれで嬉しいです。はい、続いてはこちらの馬です。全体はこんな感じです。今回の馬はダイヤの鎧をつけています。毎回言ってるんですけどレゴマインクラフトの完成度めちゃくちゃ高いんですけどこの馬もめちゃくちゃ完成度が高いです。ちなみに僕のマインクラフトでも馬のバグはダイヤモンドです。これはこれでかっこいいな。はい、次はこちらの子供の馬です。全体はこんな感じです。白色と黒色でめちゃくちゃかっこいいです。ただこの馬はミニフィグを乗せることはできません。はい、そして次はこちらのスケルトンホースです。かっこいい。はい、全体はこんな感じです。目の部分が空洞になっていてさらに首がちょっと浮いてるんですよね。これはすごい。白色にこういったクリアブラックの色が使われてるので結構不気味ですね。はい、最後はこちらのスケルトンです。全体はこんな感じです。今回こちらのスケルトンはエンチャントされた弓と兜を装着してます。エンチャントした装備とスケルトンのカラー的にめちゃくちゃ合いますね。はい、では続いてはこちらが馬小屋です。実際のマインクラフトでは馬小屋は生成されません。はい、では近づいてみるとこんな感じです。今回の馬小屋は農場も兼ねてます。右側には人参が植えられていて左側には牧草があります。そして馬小屋の内部はこのようになってます。ここがヒンジになってますのでこのように開きます。こういった細かいところを再現してるのはさすがレゴマインクラフトですね。そしてこちらが花壇でこれは馬がジャンプするハードルです。では付属するミニフィグを馬に乗せます。はい、乗せてみるとこんな感じです。馬乗せれるギミックをちゃんと再現してやるのが本当に素晴らしいです。で馬の可動範囲はまずこの頭がこのように上下に動いて尻尾もこのように動いて後ろ足はこのように稼働します。なのでこういった実際のマインクラフトのようにポーズを取らせることができます。おー、素晴らしい。ちなみに子供の馬は尻尾しか動きません。どうせだったら頭は動かしてほしかったなって思います。では続いてはスケルトンをスケルトンホースに乗せます。スケルトンホースはこうやって立たせて乗せます。はい、乗せてみるとこんな感じです。おー、めっちゃめちゃかっこいいぞこれ先ほども言ったんですけど僕スケルトンホース生で見たことないのでいつかはこの形態のスケルトンホースが見てみたいです。スケルトンホースは頭部がこのように稼働して後ろ足がこのように動きます。うわ、これ複数体並べたい複数体並べてスケルトン軍団を作ってみたい。はい、馬小屋にミニフィグを置くとこんな感じです。いや、ほんとすごいな。毎度言ってるんですけどレゴマインクラフトって本当にマインクラフトに近いように作られてるのでめちゃくちゃ素晴らしいです。後に鉄装備や金装備の馬やあとはゾンビホースとか出てほしいですね。はい、レゴマインクラフト馬小屋はこんな感じです。はい、ということでレゴマインクラフト馬小屋を組み立ててレビューしていました。今回のレゴマインクラフトもめちゃくちゃ完成度が高かったです。まずこの馬小屋なんですけど材料がめちゃくちゃ使われていて実際のマインクラフトでも使われてる材料めちゃくちゃ使ってあるのですごくいいと思いました。で馬のミニフィグとスケルトンホースのミニフィグの完成度もすごく高かったです。で個人的にはトライデントが2本入ってるのがやっぱちょっと気になります。僕はトライデント2本手に入ってめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ヤハハハハ。